イバァ・ビトバは、チェコ出身の音楽家。アバンギャルドなロマのバイオリニスト、歌手、作曲家。イバー・ビトバーと表記されることもある。1970年代中頃、女優として何本かのチェコ映画に出演した後、1980年代初期から、バイオリニスト兼歌手としての活動をメインとする。1986年からレコーディングを、始め、1990年頃には、 そのユニークな歌唱、演奏テクニックが国際的に認められるようになる。以降、ヨーロッパ、アメリカ、日本で定期的に公演を行い、8枚を超すアルバムを発表する。音楽活動と並行して時々だが、今なお映画にも出演している。2003年にゼナ役で出演した映画、ゼラリは第76回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた。 ビトバは、モラビア北部のブルンタール郡で生まれた。三人姉妹の次女で、一家は音楽一家だった。父親のコロマンビトは、南スロバキア出身の有名なロマのミュージシャンで、ホーク及び、クラシック音楽のアンサンブルで、ギター、トランペット、ダブルベースを演奏していた。母親のリュドミラ・ビトバは、プロのボーカルグループで歌っていた。子供時代、ビトバハオパバで、 バレエとバイオリンのレッスンを受け、ズディエニエクネエドリのシレジア劇場で、子役も務めた。1971年、一家はブルノに移る。ビトバは、ブルノの音楽学部で学ぶが、次第に音楽から演劇に興味が移っていった。それから10年間、ビトバは、女優として、映画やブルノのテレビラジオ番組に出演する。1980年代初期になって、 音楽に戻り、ブルノのヤナーチェクアカデミーの教授、ルドルフ・シュチャストニーの下でバイオリンを学ぶ。同時に、演劇大学でボイストレーニングをし、独特の歌唱、演奏スタイルを身につける。1985年、チェコのロックグループ、デュナイのパーカッショニスト、パベル・ファイトとのコラボレートアルバム、ビトバ・フェイジットを発表。スラブ音楽やロマ音楽が融合した、オルタナキブロックだった。 1986年にはソロで EP を数枚出し、一方でデュナイトの共演も続けた。1987年、ファイトと組んだセカンドアルバム、スバティビーがレビューレコーズから世界発売されるとビトバの人気はブレイクした。まず、イギリスのパーカッショニストでレコメンディットレコーズのオーナーのクリス・カトラーがこのアルバムに注目し、ビトバ・フェイジットを 世界向けに再リリース。続いて同じギリスのアバンギャルド音楽のギタリスト、フレッド・フリスが自身の映画、ステップアクロス・ザ・ボーダーにビトバとファイトを出演させた。これが二人の初めての国際的な露出となり、さらに東欧圏外へのツアーも行った。1991年、ビトバは彼女にとって最初のソロアルバムとなる、今ビトバを続いて、 初のアメリカリリースとなったリバー・オブ・ミルクを発表。1997年にはクラシック音楽にも進出し、一連のコンサートを模様し、またドロテア・ケレロバとバイオリン・デュオを組んでバルトクのアルバムを出した。同年、ウラジミール・バーツ・ツラベクと共に2枚組のアルバム B ・リットル・エインフェルノを発表。その成功により2人は即興演奏グループチコリを結成する。 ビトバはフレッド・フリス、クリス・カトラー、トム・コララ各国のアバンギャルドミュージシャンと共演し、またソロコンサートを世界中で行っている。現在、パベル・ファイトとの間に生まれた息子のアントニン・ファイトと共にニューヨーク州の小さな町、ラインベックに住んでいる。ビトバの音楽はロックと彼女が私の個人的なフォークミュージックと語る東欧音楽とのブレンドである。 彼女のバイオリン演奏は、例えばバンジョーのように弦をバチで弾き鳴らしたりと、様々なテクニックが混在している。また、発声も伝統的な歌い方の音域を超えて、かんだかく喉の奥から絞り出すノイズのようである。体全体を使ってのパフォーマンスは、演劇で培った技術の賜物である。オールミュージックガイドのライターは、何と言っても、彼女の魅力は、 独創的な声の使い方。アバンギャルドとわらべ歌との境界線上に位置するメロディで世界中に多くのファンを生んだ。ハット AB、イバ・ビトバ。チェックミュージック・インフォメーション・センター。2006年12月4日、閲覧。クチュール、フランソは、イバ・ビトバ。ALLMUSIC.com。2012年7月13日閲覧。ありがとうございます。